う全くの嘘ばっかししか言わへんような YouTuber 多いんだよね。マットさんと絡みがない人大体偽物ですよ。なんか完全に白寄りなふりして黒の子言うやん。どうも、小池でーす。半分のみょん。何やおら。ちょっと待ってください。普段はこの流れだったじゃないですか。幹部のみょんさんと、はい、マットショーさんです。よろしくお願いします。お願いします。ゆる今日。あのね、今年初なんすよ。初？そうね。あ、そうですね、うん、会うのは初です、ね、そう、何が初か、ゆるすぎるって今日。何が、ね、会うのが初。そう、全部あのテロップの過去に委ねないでください。あの2024も始まってもうね。2024年のこと2024って言わないでください。ゼロ三マンスが過ぎたじゃないですか。ゼロ三マンス、変な言い方。もう4月ですよ、間もなく。そこは言うんかい。うん。マトさんって言ったら僕のね、あのややこしいな今日。難解な回ですね今日は。そうです。あのインマイルームがね、小安さんの方ではわりかし真面目にマットさんのその都市伝説界のその本物、うん、出会った人たちの凄さみたいなのを語っていただいたんですけど、うん、マジでね、ちょっと種類は違うんですけど、シンパシーを感じていて、はい、僕はこう政府関係者とか、わりかしその研究機関とかそういう人たちとつながりやすい体質なんですよ、なんか。はいはいはい、はい、でマットさんまた違う組織とつながりやすい体質があって、うん、それがなんか話を聞いててめちゃくちゃ楽しかったんですよね。なるほど。だからインマイルームご覧になれてない方はまずね、見てからこっち来た方が多分ちょっと面白いと思います。で、後半ちょっと時間が余ったんで、本物と偽物っていうことについて深く聞いてみたんですよ。だから強く強くなんですよ。強く強くってあのミヒマル GT さんの曲？あ、ご存知ですか？知ってますよ。強く強く心に刻む、いつか、はい、本物になることってことか。そう。いやもう令和にそんな強く強く長く歌うことないっすから。そう、だからあの時は聞いてて、本当にミヒマル GT のボーカルめっちゃ可愛いと思ってた。確かに、ね。あの、青春時代の俺はドンキホーテであの MV を見て腰砕けたんですけど。そんな昔のこと。あのね、そう、でも強く強く、ももクロもカバーしてくれる有名な曲だった。そこ広げなくていいよ。本物の話広げてください。そう、本当にね、本物になるっていうことについて、舐めてた。あ、そうですか？そう、だから強く強く心に刻むっていう、本物になる。だからつまり、お金とかね、いろんなそのブレちゃう要素ってあるんですよ。はい、人間関係とかね、あ、自分の弱さとか。じゃなくて、自分がここに行きたいと決めたものに対して、本物を目指していくためには強く強く心に刻まなきゃいけないと。回収無理やりしてきましたけど、ありがとうございます、はい、そういう意味では偽物が横行しているこの昨今の YouTube 都市伝説界隈に一石を投じてやろうっていう回なんです。そもそもが、もうできたらミスちゃんさんも呼びたかった、はい、3人での対談としてね。最近ちょっとあの石を投げまくってるミスちゃんさんを確かに X とかでね、はい、投げていただいてますけど。そうです、すごいあのマットさんのやりとりが面白いんです。誰のことかも知ってます。知ってますけど、もう今言いません、それは。名前はね、出しません。名前は言いません。誰かを蔑むためにやってるチャンネルでございません、これは。本当にそう。はい、正直なチャンネルでありたいってことです。はい。ね、本物のね、都市伝説 YouTuber のマットさん。はい。お金じゃないよ、つって。本当は、もっと小ずるくやったら、もう50万登録ぐらいいってると思うんですよ。そうですね。それが、高が10万。うん、黙ってるじゃないですか。え、2月の報酬、何ぼでしたっけ ?2 月の報酬は、はい、まあ、2桁乗ったぐらいですね。うん、ね。空気が。だってさ、正直にさ、稼いだお金乗っけるじゃないですか。そうですね。俺、嘘だろって思って。はって、動画作ったのがマイナスちゃうかと思って。そうですね。平時かかってますね。そうですね。だってミスちゃんだって30万人とかって言ってるじゃないですか。そうですね。マットさん、10万。10万です。なんでなん？マジだって、マジ良質なコンテンツ出してるんですよ。うんうん、だからやっぱあれだな、YouTube っていうのは、その良質なコンテンツかどうかで登録者決まるんじゃなくって、うん、なんとなくその見せ方のうまさみたいなのもあるんだなと思う。そうですね。だから、トワヤクみたいに口悪い方がいいとかさ、あるかもしれないし、あの、嘘の情報でもなんか持って言った方が得みたいなね。うん、まあ、あるのかしら。僕も盛るんですよ。盛ります。盛ります。そんな、釣ります。名言。サムネイルも釣ります。盛ります。盛りますけども、本質は楽しんでもらいたいっていう気持ちじゃないですか。それを逆手にとって、もう全くの嘘ばっかししか言わへんような YouTuber 多いんだよね。多いですよね。ね。はい。うん、それでね、うん、まあ、ボス数を取って、数字取って、登録者多い人もいますから。うん、なるほど。それどう思うんですか、正直そういうの。嫌いですね。嫌い。まずね、まあ、好きか嫌いかで言ったら、僕あの本物か偽物か見極める一個いい方法を皆様に教えようと思ってます。おお。マットさんと絡みがない人大体偽物ですよ。
これ。なぜかというと、バレるから。近づいたら。だって、ミスちゃんさんもね、めっちゃ石投げてくるし、中野社長もめっちゃ本物かどうか見える人やから、バレるんですよ。で、うん、そう、だからね。そうですね。うん。なんだっけ、この顔。まあ確かにね、うん、嫌いって今明言してましたから、うん、マットさん嫌いな人は偽物っていう可能性高いですからね。うん、そうですね。うん、僕も真実を知りたい人なんで。なるほどね。嘘つかれると、もう嫌いですね。うん、僕は、偽物であってもいいと思うけど、人に迷惑かけるなって思うんですよ。うん、そうですね。そう、なんか結局さ、ゆうこりんもさ、コリン星から来たって言ってたじゃん。嘘じゃん。でも それを楽しむもんじゃん。そうですね。そう、それが分かりやすい設定だったらいいんですよ。ああ、そうね。そう、でも実際にいる方々のことをコピーしたりとか、うん、じゃそういう経歴でもないのに東京大学卒業で僕みたいなね、途中で横浜で嘘ついたとすると後でね、余計なことになるから、うん、そういうのやめようねっていうことですよね。そうですね、はい、経歴とか肩書きとかね。そうですね、かなりちょっと分かりやすい例えすぎてちょっと引いてますね、うん、こんなにも分かりやすく説明してくれるのかと、うん、でもそれは本心だから言えるんだよ多分、うん、そうですね。そうだって YouTube はさ別に誰からも搾取してないよお金を、まあそうですね、だから別に何言ってもある程度いいと思うんだよ都市伝説だから。でも講演会とか書籍とかっていうのはお金をもらってる以上は詐欺じゃんと思いますね。思うよね、うん、だってフィクションですって言ってるわけじゃないよ、ね、俺らみたいにライワートゥルー嘘かどうか分かりませんよ本当か分かりませんよっていうスタンスじゃなくて、うん、本当であるかのようにまず行くじゃん、はい、あれ良くないよね、うん、多分コリン星の延長の可能性がね、うん、本人としてあるのかもしれないですけどね、まあ、コリン星よりもすごい惑星やもんね、うん、まあ、コリン星はね架空の惑星だからまだいいんですけど本当にあるものを使ったりするじゃないですか。 そ, そこの線引きっていうのは結構、ね、エンタメとしても大事ですよね。コリン星も本当にあっるかもしれんもんな。そうですね、うん、コリン星人も迷惑してるかもしれんもんな。確かに何や焼肉やってバギーさんもね行ったことありますもんね。好きやったから絶対ゆうこりおらんかったやな、うん、そしたら男性のウェイトレスさんが聞こえてようこそコリン星へとかそういう設定は守るのねっつって高かったです本物偽物ってさ分からないから言ったら都市伝説って黒でもダメなんだよね白でもダメで、うん、真ん中のグレーの部分がいかになんか楽しいかどうかっていうエンタメをの部分なのに。そうですね、なんか完全に白寄りなふりして黒の子言うやん、うん、これはもう都市伝説じゃなくていいもんね、うん、そうですね。いやすごく感じるな俺も。であとねさっき視聴者からの情報提供はすごいです。そうなんですね。そう DM で、まあ、バーってくるんですけど好きです付き合ってください、好きです付き合ってください、この人偽物です好きです付き合ってくださいなんかいろんなタイプの人が最近混じってきて、この前コラボされてたあの方は実はここではこういうこと言ってるけども嘘ですよみたいなことすごい聞くんですよ、うん、ショックで何かどう思います。まあ、信頼してた人なんですもんね。いやでも信頼してないって最初から信頼してないなんか一回コラボしたぐらいで信頼できるわけないし、うん、僕もエンタメですって言ってるチャンネルなんで、うん、当たり障りないことしか言わせないようにしてるんです自分のチャンネルの中ではね。なるほど。そうでもあまりにも言われちゃうと、うん、なんかその人大丈夫かって心配の方が勝っちゃうんですよね。はい、もう二度と見れなくなっちゃうんじゃないかみたいな。まあ僕もねコヤッキーさんの絡みの悪い人に対して、うん、この人偽物ですよねっていうのが来たりしますね。ねえ、しかもね、さっき移動のタクシーの方で一緒に喋ってたんですけど、はい、かなり僕がこうかなって思ってた部分と DM で来た人イコールなんですよ。おお、鋭い。うん、すごいこれもやっぱり、うん、だからやっぱねよく見える系って言われる人なんかな。やっぱそうなりやすい人っていうのは。だって証明しようがないじゃないですかその免許とか資格があって。私見えるんです、見えるんです検定3級ですないじゃないですか。確かに資格みたいなね。そうそう、基準がないですから。だから分かんないんですよね、うん、ちょっとだからこの先そうお金を出す機会があったら皆さん注意してください。あくまで YouTube で笑ってるくらいだったらいいんですけど、うん、それを真に受けて信じ混んじゃうのは良くないですね。確かにね、うん、どうですかこんな感じで。はい、いいと思います、はい、まあ、何を喋るって聞いたら、はい、やっぱり本物偽物についてっていうかすごいやっぱ最近、はいはいはい、そうですね、うん、X でポストばっかりしてますからね、うん、もうなんか再生されない愚痴かもう偽物についての愚痴かしか言わないでしょたまにワンピースカードの話してね。そうそうもう情緒不安定情緒不安定のそこだけ見たら頑固やしなめっちゃ見られてる、うん、マットさんは今10万人からあんまりその増えていかないですか。あんまりバーンってこうバーンとはいかないです。もうずっとこういう感じなんですか。そうですね、ちょっとずつ見てどうなっていきたいんですか。いやでも別
なんか YouTube 的な目標あんまりないんで、はいはい、うんうん、もう何でもいいんで、うん、お金を稼ぎたいっていうのがありますね。急にこれは枠の案件をそれはね、また自分の意に反するんで、うんうん、はい、はいはい、正義がね、一応通ってたら。でもこの発言を した後にすごい、まあ、波紋があったわけですけども、うんうん、どこまでいるか分かりませんが、 YouTube なんかのゲームもらうんですけど、30万円でした、うちはみたいなとか、あ、うん、あったりとか、お医者さんからもよくぞ言ってくれましたみたいなのがめっちゃ来るんですよ。全部見れないですけど、え、こんなにもいたんだっていうのを言わずして、よくぞ言ってくれましたと。別に言うことも、いいでしょ、案件がありましたぐらい受けてないからって大丈夫、はい、政府から狙われないですか。狙われたって、だってもう言っちゃってるから、もう取り返しつかないですからね。ただ別に俺これ以上言うつもりないから、どうか消さないで頼む。そこはね、頼む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 、もういいイメージがつくようなことも言います。じゃあちょっとね、お願いします。言いたいから、そういう案件ちょうだいしょ。あ、なるほどね、うん、いいことを確かにね、言える案件があったら、そうです、人の死に直結死する可能性があること、そう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 、さすがにさ、健康食品ぐらいだったらいいよ。お、そこはいいね、1ヶ月試して効果があったかなかったかで言えばいいんでしょ。それ人によって個人差がありますでいいよ、それは。あ、そう、ね、まだね、それはね、絶対そう。でもあれはセンシティブすぎるって。まあね、そう、大臣の方とかさ、知事の方とか、あえてインタビューできる機会があっても無理だもん、そんなの。なんか分かんないじゃん、うん、脱毛とかとはまたね、効果がまた、うん、こう実際にこう弾き飛ばしたってことだと分かんないですからね、うん、そうなんですよね。まあ美容とかもさ、やっぱ合う合わないがあって、うん、場合によってはね、体と合わなくてそれは荒れちゃったりとかもあるから、うん、少しそれでも慎重には言ってるつもりなんですけど、うん、体内に入れるものやからやっぱなーっていうのは思っちゃいますよね、うん、あと都市伝説やってるからね、うん、やったらやったで、うん、DS 側に落ちたかって言われます。そうそうそう。これ、ね、どっちでもね、言われるんですよ。受けても言われるし、受けなくても言われるんですよ。今も俺なんか、あの、半枠からいくらもらったんだとか言われてるだから、そうなんです。そう。くれや。憶測で物を言うな、事実だけ述べてくれ、ね、俺がもらったって証拠があるんやったらもうそれ出してくれていいから別に、うん、事実だけ言ってくれへん、まずは憶測で言うんじゃなくてって、うん、別に火種を生む必要ないじゃないですか、うん、いちいちね、そうフラットな気持ちで言ってるわけですから、こちら、うん、こちらとてな、切れてる。あとね、言うのが遅いとか言う人もいますしね。だからなんで己なの、その時間の基準で俺は動かなきゃいけないんだよ、そんなのは、うん、は同罪だとか、罪を背負ってもらいますって言ったから、ね、何やねんそれ、罪を数えろみたいな、もうなんでそんなこと言うの、罪を数えろ、うん、どう、やばいっすよね、やばい人が多いっす。本当ね、うん、もう言いたいことめっちゃあったけど、なんか優しいファンの方が多かった。でも、あ、そうなんですね、うん、あの大丈夫ですかって気にかけてくれる方とか、うん、言っていただいてありがとうございますだけ、他にも言うことあったと思うけど、それだけ一言言ってくれるとか、うん、心救われたな今回は、うん、もう敵と味方がはっきり分かれるから。そうですね、そう、やっぱやばい人も多いですけど、まともな人の方が多いですからね、うん、そう、やっぱまともな人は言わないだけでじゃん、うん、普段、うん、そうですね、でもその人たちがボソッとこう応援してくれてるメッセージとか、うん、初めてその DM 送るんですけどみたいな形で励まされて、すごいなんか人の温かみを感じたな。うん、まあ、一つやることは早くね、そういうよくわかんないパンデミックとか、そういう世の中終わってほしいと願うばかりですよね。うん、それはもうなんか本当いいか悪いかわかんないことをですね、ちょっと無責任にお金をもらって言うってことね。お金さえもらってなかったら自分の主観のその時の意見なんで、うん、別に後で間違ったらごめんなさいでいいんですけど、お金もらっちゃってるとね、はい、もう取り返しつかない気がするんだよなそれって。うん、あれゲストやんね。俺しか喋ってない。聞き手としてすごい、もうね。はい。なんかね、うん、ちょっとエンタメとして楽しいからちょうどいいよ。うん、何でもかんでもね、陰謀陰謀、陰謀陰謀って、うん、ついになんか僕までね、あの顔変わったゴムマスクだみたいなこと言われて。言われてましたね。はい。何なんすか、どこやん、ゴム。ほんまに。顔変わってます？マットさんから見て。顔は変わってますね。これひどい、やばい、切り取られるぞ。いやでもやっぱイケメンになってるじゃないですか。それはだってマットさんとお付き合いしてるからお付き合いしてるお付き合いしてるんですか、ね、お二人して、ね、やってるから、やってるから、うん、あのね、撮影を一緒にやってるということですからね。
あ、そう、そう言わなきゃいけない。いや、怖いな。え、陰謀論はエンタメとしても結構好きな部分が多いんですけど、はい、ボブマスクとマンデラエフェクトだけ俺結構許せなくて、許せないって、鬱陶しいんですよ、あいつら。鬱陶しいですよね。そう。お前、なんか、特にね、こういう写真、あ、こうか、こちらだ、はい。こういう感じの時とかによく、はい、取られて、はい、この線ちょ、お前線よらへん、絶対いつまでも若く美しいんですからと思うんですよ、はい、なんでしょう ねちょっと絵ができて、あのね、三上編集長のこんな耳とか耳とか、いやいや、綺麗な方やで、あの人本当にもう、ブルーってこうね、めくる感じの変装っぽい感じで思ってるのかもしれないですけど、うん、ゴムマスク被る意味はなんかあるの？だってルパンだったら、うん、その関係者になりすまして、その物を盗むために変装してるんですよ、分かる、うん、俺変装するにあんか確かに ね何があるのそれ。ヤッキーさんとすり替わって、うん、なんか発信をしてるんじゃないか。あ、そういうこと。そうですね、うん、あ、そうなの、うん、だってさ、俺の彼に稼いでくれや、もっと。いや、ほんとにそう。あと5人募集するわじゃん勝手にやってくれでしょ、うん、って小雪ゴムマスクのね、中の人を小雪オーディション感じました僕と同じようなこと言えたら、ゴムマスクを提供するんで、折半しよう。うん、確かに、うん、いいバイトですよ。そしたらもうゴムマスクでちゃんと書くよ俺は嘘つかないんでそれは、うん、はい、ゴムです。ゴムマスクって書かないじゃない、ゴムって言うんですよね、うん、そうですね、そうなんだ、ルフィかお前なあ、うん、何やそれ。あ、出た、ゴムだ。いや、ゴムだじゃんなかなか日常でゴムだはもう、うん、コンドームぐらいしか使わないんですよ、用語として、うん、道端に落ちてるコンドームの時ね。そう、ゴムあるの時のあ、ゴムだでしょなんだお前たちは本当に今日か、ゴムマスクとマンデラエフェクト同時に言われました、はい、両方とも、うん、もうなんでその世界線そんなに変われるんだ。やり方教えてくれ世界線の変わり方を。で、 YouTube やってんやん、顔出ししてマンデラエフェクト検証同好会みたいな確かにねえ、マンデラエフェクト YouTuber 初めての人じゃないですか。マンデラチューブマンデラチューブどうもマンデラチューブです。本日のマンデラを紹介します。道寺さんって名前でね、マンデラそう、うん、なんかそういう何の証拠もないのに思い込みだけで言うでしょ、あの人たち。いますね。しかもこれ面白いのは、はい、X だけなんですよ、いるの。あ、そうなんですか。そう、 YouTube とかインスタとか TikTok にいないんですよ。へえ。切り抜きを上げてる人いるんですけど、うん、はい、これなんでかって言ったら、はい、まあ、とある人の言葉を借りて言うと、X はバカしかいないからって言われて、誰か言ってましたね。そうです。まあ、これは僕は別に好きと嫌いとかそういうの言ってるんじゃなくて、なるほどなと思った意見で言うんですけど、はい、インスタっていうのはやっぱ写真映えを撮る、シチュエーションを作るっていうセンスが必要、うん、で TikTok っていうのは、まあ、可愛く踊れたりかっこよく歌えたりする技術が必要、うん、YouTube もまあ構成力とか、演者力必要じゃないですか。だから技術が必要なものばっかりなんですよ、他は。そうですね。でもその X っていうものは、あー人殴りたいとかって別に無意識で今すぐ言えて拡散できるツールなんで、うん、めちゃくちゃ敷居が低いと、うん、ハードルが低いからそういうことしか何の根拠もなく言える人もばつけるめっちゃ集まるみたいな、うん、いや納得しちゃったんですよそれ。そうですね、うん、なるほどなと思って、うん、だから偽物を X 周辺によく生息するんだな。なるほどね。他でバズらせられないから。確かに。そう、他じゃ意見言えないんですよ、あの人たちは。本物のヤバい人なわけだ。そうインスタはやっぱ加工するから、もうこの辺の、うん、逆にね、うん、インスタ上にはゴムいないんですよ、うん、加工されてるから、ね、加工してる、なんか加工してるから、そうそう、うん、加工しすぎてるからだからポスト上に多く生息してるんじゃないかって僕の持論。そうですね、はい、結構ね、X の場合、うん、やばいこと言ってる人でも、うん、フォロワーめっちゃ多かったりするじゃないですか。そうそうそう、うん、だからやばいことを言った方が取れてるんでしょ、うん、はぁ切れてるね。なんなんだろうな、面白みたさみんなやってんのかな、大真面目に登録してんのかな、うん、面白みたさだと思いますけど ねいやどう思います。僕は本気で信じてる人がフォローしてるんじゃないかなと。へえ、まあ、日本ってね、あんまりこう宗教入る人少ないっていうのは、うん、神様っていうものをあんまり信じてないからと思ってるんですよね、うん、でその代わり自分が見た世の中の裏側みたいなところの方が真実っぽく映るから、うん、そこにやっぱ行っちゃうんですよね、うん、多分。だからある意味信じやすさって日本人が一番あるんだと思うんですよね。そうですね、うん、だからちゃんとした宗教ではないですけど、うん、その発信者がもう完全宗教化してるっていうか、はいはいはい、実質宗教みたいになってる部分はある。そうね、だからファンのことを信者っていうのはすごい失礼なんですけど、確かに儲かるっていう字は信じるものとか、まあ、点が入りますけども、なんで信者を作ると儲かるっていう、まあ、よく言ったもんですよね、これ、うん、そうですね、本
ね、まあ、僕らはね、あの信者じゃないですからね、会員、そう、はい、構成員みたいなもんね、構成員、はい、これみんなっていうのは皆さんですから急に優しくなりましたね優しいよ、本当に。あ、そうですか、はい、こういうことに関してはこういうことに関してはね、そう、だから次は本当にゴムマスクを作ろうと思ってます確かにね、うん、うん、ということで、ということではい、いや、いいっすね、やっぱ本物って。別にもう本物になりたいと思ってるけど、まあとりあえずエンタメに対しては誠実にいきたいなと思ってます、うんうんうん、はい、これはみんなが喜んでくれないって意味がないんでね、嘘つこうが本当のこと言おうがね、うん、はい、っていうふうに思って思いました。はい、はい、ただワクチンの案件の件は何度も言いますが、僕は事実だけを話しただけなので、別にあちら側でもこちら側でもございません。はい、はい、なんか、え、ゲスト、すいません、謝っちゃったじゃないですかマットさん、いい人すぎるからさ、ゲスト来た時、なんかもっとリアクション取った方がいいよとか言われててさ、そうですね、頑張りますみたいな謙虚無視したらいいのに特にね、結構怪談系の方って芸人さんたちが多いんで、もともとがリアクション大きい人たちが多くて、そうそうそう、都市伝説系の人結構おとなしい人多いんで、うんうん、そこに入り込んじゃうと、はいはい、ね、視聴者さんからめっちゃ言われるんですよね、うんうんうん、なるほどねまあでもそれはマットさんのことを思って言ってる人が多いと思う。そうですね、なんかコラボ先の人のをもっと生かしてあげてよっていうよりも、マットさんを心配して言ってるっていうか、あ、なるほど、もっと伸びてほしいっていう母親みたいな人たちの意見だと思うんだよ、うん、すごいいい人がいるなと思っています、はい、周りに。僕の視聴者さんはそうなんですけど、うんうん、相手の方から来て僕のことを知らない人はかなり攻撃的に言ってきます、うんうん、なるほど、そういうのをバーカムナでは黒魔術で呪っていくと、ね、そうなのそうですねって言っちゃった皆さん、むやみに攻撃するのやめましょう、はい、相手には相手のスタンスがあるんです、だから尊重してあげましょう、ちゃんとね、相手が悩んでるって分かってるやったらアドバイスしてあげたらいいですけど、そうじゃない、いらんおせっかいはね、多分相手を傷つけるだけにもなってしまうとしますから、そんな感じでいきましょう、ね、はい、ね、頑張ります、うん、ママ友かということで、本日のゲストはマットショーさんでした、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、インマイルーム、そして、マットショーさんの方のチャンネルも出てますので、ぜひご覧ください、よろしくお願いします。バイバイ。君の歌のとこ、すぐ怒り出すとこ。